時は鎌倉時代後期、鎌倉幕府討伐を画策していた後醍醐天皇であったが、二度にわたり失敗、その結果沖ノ島に島流しにされてしまう。しかし後醍醐天皇はまだ諦めていなかった。この11ヶ月後、壮絶な脱走劇が始まるのである。鳥取ヒストリー。元寇3年2月24日、後醍醐天皇が沖ノ島を脱出する。わずか数名の側近を連れて小舟での脱出。沖ノ島に閉じ込められてから11ヶ月目のことであった。後醍醐天皇一行はまず出雲に向かった。ところがここで上陸を阻まれてしまう。後醍醐天皇を迎え入れることは幕府を敵に回す行為、迎え入れるわけにはいかなかったのだ。一行は仕方なく出雲を諦め、東に舵を切った。出雲を諦めた一行は蜂起を目指すことにした。そして28日縄港に上陸する。上陸した一行は海辺の人に聞き取り調査を行った。すると耳寄りの情報が手に入った。名は長利、財力もありたくましい者がいると。名は長利、一族で名は一帯を支配する有力な武将で、さしたる家柄ではないものの経済的に豊かで地域住民からも信頼されていた。後醍醐天皇はこの名は長利に助けを求めることにした。後醍醐天皇から救いを求められた名は長利はとても悩んでいた。幕府を敵に回してでも後醍醐天皇を助けるか、それとも後醍醐天皇を幕府に差し出して功績をあげるのか、一族の存続と繁栄がかかった究極の二択であった。そして名は長利は覚悟を決めた。合戦の準備をしよう。2月28日、名は長利は三方を断崖絶壁で囲まれた難攻不落の要塞千畳山に後醍醐天皇を迎え入れた。合戦の準備は急ピッチで行われた。まず近隣の農民にお触れを出した。我が蔵にある米を運んだ者には500文ずつ取らす。すると5、6000人もの人が一気に集まり、なんと1日で千畳山に兵糧を運び上げた。また木を切ったり屋根を壊したりして即席の砦を作った。こうして合戦の準備はあっという間に整った。そしてこの翌朝、千畳山の戦いの火蓋が切って落とされる。29日の朝、追っ手の沖清隆の軍勢が千畳山に押し寄せた。その数なんと3000、縄軍はわずか60から70人。圧倒的な戦力差だった。千畳山への道は主に東坂と西坂の2つ。沖軍は東坂に2000、西坂に1000人を配置。対する縄軍は東坂西坂にそれぞれ30人ずつを配置した。戦いはまず西坂から始まった。先に動いたのはなんと数で劣る縄軍であった。ここで待つのではなく、こちらから攻めよう。縄軍は敵を十分に引きつけて坂を駆け下り、30人ばかりの兵で1000人の敵に果敢に切り込んだ。沖軍はこれに動揺。1000人もいた兵はちりぢりに分かれ逃げてしまった。後に敵は天狗の仕業と語ったという。縄一族は弓の名門である。50メートルくらい離れたところから的石をめがけて弓を射る。それが縄家の日課であった。一方、より険しい地形の東坂でも合戦が始まった。ここで壮絶な威力を発揮したのは弓矢の攻撃である。縄軍は次々と敵を撃ち殺していった。特に長利の活躍は素晴らしく、一本の矢で二人の武士を倒したこともあったという。
この日の戦いで沖軍が大きな犠牲を払ったのに対し、縄軍の犠牲は数名程度であった。縄軍の大勝利であった。この縄軍の優勢を見て様子見をしていた周辺の武将たちが縄軍の味方についた。その後も縄軍は湖南城の戦いにも勝利。沖清隆は逃亡の末、最終的に討ち死にした。勝利の知らせを聞いた後醍醐天皇は長栃に感謝を述べた。君は船、真は水、水よく船を浮かぶ。天皇は船、長栃は水、水がなければ航海ができない、という言葉であった。その後、後醍醐天皇に味方する武士は日増しに増え、鎌倉幕府を滅亡に追い込んだ。そして都に戻ってきた後醍醐天皇は建武の申請を行った。名は長栃は功労者の一人として称えられた。都では楠木正成らと共に三北一掃の一人に数えられた。しかしこの建武の申請はわずか3年で崩壊してしまう。天皇の味方として戦った名は長栃であったが、戦いに敗れその後討ち死にした。奇跡の脱走劇から始まったサクセスストーリーはあっけなく幕を閉じた。劇画があります。後醍醐天皇が沖から逃げてきてここに訪れたという腰掛け岩ですね。こちらが後醍醐天皇ゆかりの湧き水、天皇水です。千畳山の鳥居です。ダムの上から見る千畳山です。圧巻ですね。